こういう、いらない手、いらない手はね、あっちだよって指さすの、すごくいいから。こう、あっちだよって。自分の手ね、自分の手。あっちだよって、あっちだ、あっち。それでこう歩いてきて。そういう感じね。で、片手でやると、すごく難しいの。だから、こうね、あっちだよ。空いてる手も使った方がいいよね。それで姿勢、ね、これ一番姿勢が大事だから。じゃあやりましょう。こういうとこ見てたらね、なっちゃうの。こういうとこ見てんじゃないの。彼女はあっちやりたいの。その時にあちらへどうぞって言ったので、気持ちが入ってんだよね。ここにこうやって見てたらあちらへどうぞってできないんだからね。ここあちらへどうぞってあっちやりたいんだよ。だから自分の意識は向こうへ、あちらへどうぞ、どうぞ行ってくださいねって、そういう気持ちでやらないと、こういう場所とかそういうの関係ないから。これ気持ちだから、自分の気持ちだから。気持ちが体を表すじゃないんだけど、気持ちがあっち行ってくださいねって、そういう、あっち空いてますよ、どうぞあちら行ってくださいっていう気持ちでやりたいわけ。で、これどうやってコントロールしてやろうかって考えてないの。これコントロールすることだから。彼女をね、コントロールなんかしてないの。彼女の気持ちがここ通り抜けて、あちらへどうぞ行ってくださいって、そういう感じね。そういう感じでやってほしいのね。まあ同じこと言ってんだけどね。毎回ね。ちょっと上、今度あちら行ってくださいよ。今度上来たの。僕の方が半歩早いから。あちら行ってくださいって、あちらへ行ってねって言いながらも、腰が変わっただけ。ね。言いながら、あちら行ってください。でも腰変わりましたよって。そういう感じ。そうすると彼女が倒れちゃった、ね、あちらが最初。そして彼女は何にもできないの。こうあちら行ってくださいって言われちゃったらもうどうしようもないの。これおへそが向こう向いちゃって手が出ちゃってんだから、これね、変わってくるのにはよいしょってやってから向かってくるの。だから僕の半歩早いの。半歩早いってのはあちら行ってください瞬間は早い、そしてこう出てきちゃった。そういうふうにやりたいのね。そういうふうにやりたい。だ下も同じ。あちら行ってくださいの後、下にこう。あ、ちょっとまずいんだけど。まあ、まあいいや。こうやって開いてもいいよ。ね。何しろ下。何しろ逃がさないよって。わー、逃がさないよって。そう、下でもいいよね。じゃあちょっとやってみよう。はい、どうぞ。まずあちらへどうぞやってから。やって、あちらへどうぞ行ってから気が変わったの。気が変わった。こう。だから、形覚えてんじゃないから、意識をやってんのね。形をこうやってやって、こう形よくやって、彼女が形よく受け身取るって、そういう仕事をやってるわけじゃないの。だから自分のまあこういうボディを使ってやってんだから、思い通りやりたいのね。思い通りだから、あちらへどうぞやって、あちら空いてますよって彼女を連れてきちゃったの。それから気が変わっちゃったの。気が変わってこっちへ。そういう感じなのね。だから、手をコントロールしてやってるわけじゃないの。気持ちをコントロールしてんの。自分の気持ち。で、彼女は動いてくんないの。普通は。あの子は持たれちゃってるからね。俺とも別人なんだもん。知らない他人なんだよね。だから自分の気持ちはあっちへどうぞ。それから気が変わった。それで出ていった。ただそれだけ。それだけ。彼女をコントロールしようと思ったらそんなことできないの。形でね、こうやってコントロールできないんだよ。ほら、他人だから自分の気持ちだけコントロールできんの。自分の気持ちだけ、こう自分の気持ちだから、自分の気持ちが優先だからね。他人はどうなってもいいの。関係あるんだけどね。関係ないんだよ。本当のこと言ったら。で、今度じゃあ持ち替える練習。これ、こっちの手も自由。こうやってやったら自由で、さっきあっち指させって言ったんだけど、気持ちあっちやだからね。指させって言ったんだけど、こっちの手自由だよね。だからこうやって展開したら、こうやって、ほら、切れちゃうの。こう自然と持ってて、ちゃんと。はい、こうやって重なってると自然と切れちゃうの。
待ってよ、ほら。で、こっち持ち帰っちゃったの。ちゃんと持ってて、ちゃんと離れないようにね。でも、ちゃんと、ちゃんとって、この肩、こう転換でさ、こうやって入ってくるじゃん。あちらどうぞやるんだよね。で、こう重なっちゃったんだよね。で、こうやってやったら切れちゃったの、自然と。そうし、切れちゃうの、切れちゃうの。こうやってやったら切れちゃうの、こうやって。切れちゃうの。何もしなくても切れちゃうの。切りたくなくても切れちゃうの、こうやってやったら。だから、こうやってやって、こうやって切ったよ。こうやって、こうやって、こうやって、切ったの。切った時にこっちに持ち帰んの。こっちの手空いてるから。こっちの手空いて。ね、こうやって、こう上から。と、こうなるよね。で、ここに入ってきたら、四方投げなの。こうなって、切れた。切れて、こうやってやって、こうやってやって、切れた。で、こう持ってきたの。そしたら、こっち入ってから四方投げ。足こっちついてきたら、入り身投げ。あ、切る練習ね、今度ね、切る練習。さよならでもいいよ、さよならでも、さよならでも。安定してね、さよなら。彼女と別れたかったらさよなら。そういう感じ。で、まあ、本当はさよならやった方がいいんだけど。要はこうやってやると切れちゃうの。重なってなかったら切れないの。切れないの。重なって彼女の中に入っていったから、彼女の中に入っていったから切れたの。こうやってやったから切れたの。入らないと切れないの。ほら切れないよね。取れないんだよ。彼女の中に入って出されちゃったから、出されちゃったから切れちゃったの。こうやって、そういう話ね。なんだっけ。ああ、そうか。じゃあ切る練習からやろうか。切る練習やろう。切る練習、こうやって。で、こっち持ち帰る。ね、こっち、こうやって入って。これ、離れたら切れないよ、これ。だから、中心に、入り身と転換って言ったよね。入り身転換っていうのね。入り身ってのは彼女が、彼女を通り抜けるの。通り抜けるってのはこういうこと。こう来たら、こう。それから、入り身で入ってくるってのはこっちの足から、こういうふうに、こう。僕はこっちいたんだよね。彼女のちょうど後ろに来てんの。彼女を通り抜けて避けてこういう風に来てんじゃないの。こっち行ってんの。こっちこっち、こう入り身。それ彼女がいるからね、回ってるだけなの。こういう風に彼女がいるから、彼女突き抜けられないから、物体だからね。こうあーっとこっちぶつかっちゃうんだよね。だから離れてこう、それで最後にだから反対側に来てるの。それでさよならしよう。向こう、まず転換して向こうどうぞ、はい、あちら行ってくださいね。それからさよならっていうのやろうか。向こう行ってくださいね。向こう行ってってのはこれを出されちゃうから、彼女のへそが向こう向いちゃって四角になっちゃった。これ近く行ってるとこれが来るのよ。これへそね、こっち向いてると来るのね。だけどこうやって出されちゃって、へそが向こう向いちゃったから、ほら、四角に入れたの。そして、どうしたんだっけ？あ、そうか。こうだな。これでさよならって。こういう感じね。じゃあ、少し。今、切るのやったんですよね。で、あちらへどうぞ、あちらへどうぞやって、切ったの。で、さよなら。ね。あちらへどうぞやって、へその前にあるの。へその前。で、あちらへどうぞなの。あちらへどうぞ。そして、こっちに乗り換えたの。乗り換えた。乗り換えて来ちゃ嫌だよ。これないとね、切っただけだと、切っただけだと来ちゃうのかな、やられちゃうから。だから切ったら乗り換えんの。乗り換えてこっち来ないでねってこの手言ってんのね。でこっち腰回して、あらさん来るのを止めてんの、これで。そしてこうやっちゃって回してくるんだけど、その間にさよならって、ほらさよならってやってんの。だから腰回し、だから両手使ってんの。あっちへどうぞって言った時に手使えって言ったよね。こうやってやって展開ってあちらへどうぞって、この手空いてんのね。空いてるからあちらへどうぞってやったの。で今度はこうやって乗り換えたんじゃない、こっち。そしたらこの手、あ両手空いてんだから、こう空いてる手はさよならってこういうふうに やりたいのよ。ただそれだけの話ね。2つ2本手があるんだからね。で今度こうやってやって、あこうやってやって乗り換えるとさ、こうやってやってこっち行けば四方投げ、こうや
湘南乗り換えるとね、こっち行けば入見投げ、こっち行けば入見投げ、こういう風にできるから乗り換えるのが大事なの。乗り換える、こっちからこっち乗り換えるので、足こっちが一つ、それからこっち足自由、二つ後ろと前、こっちに入ってくれば四方投げ、こっち後ろに入ってくれば、乗り換えるの大事だよ、乗り換えるのね、こっち後ろ入ってくれば入り身投げ、こういう入り身投げ、足を自由に使うって練習だから、あの今まで四方投げやってたんだけどね、こうやって入って隙間見えてこう隙間のところをこうやって入りましょうって言ってたんだけど、今度は乗り換えてこっちそのまま入ってくれば入り身投げ、こっち入れば四方投げで正中線ね、正中線ね、こういうふうにやらないの、こうまあいいや、こういうふうにずれちゃわないの、ここなの、ここね、ここだから自分がこういうふうに入るか出ていって、こうなっちゃってたらこれは回れないってことなの、だからここで回るのね、ここで額ここにこういう、ここにこう、いつもここです。まあじゃあやってみましょう。今度はさ、今2つやりましたよね、こうやってこれ乗り換えたのね、こっちから乗り換えてもいいし、こっちから乗り換えてもいい、それは乗り換えの順番だから別にいいよ、こっちのホームだから同じホームでさ、こっちの前の方の車両じゃない階段使うとか、後ろの方の地下道使うとか、それは自由なの、だからこう下から入ってもいいし、早ければね、離れてるよね、離れて上からこうやって持ってきてもいいので、そんなのはどうでもいいことなの、どうでもいいこと、要はこうやって入ったら隙間があったからここに出てきた、じゃあ足が自由、後ろに出てきた、それが大事なんだから、だから手から下からこうやって、こんなことはどうでもいいこと、どうでもいいの、だから要は姿勢がまっすぐで、彼の後ろって資格をもらった、でさよならした最初ね、それで足が出てきた、さよならしたんだけど、したんだけどで足がこう隙間があったから足が出てきたの、足が自由に動いたの、手なんか全然どうでもいいので、こういうところはみんな知らないけど、手さばきとか体さばきとか教えてんだよね、じゃなくて意識の使い方を習ってほしいわけ、自由なの、自由、こうやって転換して自由なの、だからほらさよならってやってんじゃん、だからあんまりさ手さばきとかさあんまり関係ないの、まあ、じゃあ自由にさいろんなことやろう、こうやって来てさ、こうやってさよならってこうやってね、こうやって出てくるとかね、こうやって入ってそのままこうやって出てくるとか、自由にね、自由まっすぐさよならしてもいいよ、さよならしでも出てきた後ろこう自由にいろいろ動く、自由にこういうふうに自由に動く、こういうふうに自由に動く、関係ないからこういうところは持ってんの、関係ないから手さばき関係なし、意識の練習切ってあちらへどうぞ、そしたら足が自由に、足がいろいろ自由に動いたの、ただそれだけだからね、だからできることいいから、いろいろ演舞会も近いから少し切って、それ大事、意識の使い方、意識の練習だからね、いろんな意識の使い方ってあるんですけど、最近やってるのは捨てるっていうのね、捨てる、あちらぽい、断捨離とか言ってるね、捨てるの、捨てる意識をどうやって使うかって話で、彼が来たのね、で、あちらへどうぞやったんだけど、これあちらへどうぞやりながら捨てちゃったの、捨てと向こう行っちゃったの、捨てちゃうの、捨て向こう行って、向こう行きたいんですか、どうぞあっち行ってください、そういう感じで捨てるって感じね、でこっちだったらあ捨てちゃう、あっち意識あっち、ここで捨てるのはどうでもいい、いらねえんだから、どうでもいい、向こうに捨てようとこっち捨てようと
でもうまい受け身の人はね、あっちへ投げちゃうと彼は受け身取ってまた振り返ってこっち来るの、こうやってこう来るよね、こうやばいから、本当は捨てた時に下に捨てるの、下に捨てるので、来たら来たら保持してんの、ここにこうやってそうするとここはできるの、そういうふうにやってたんだけどね。要は捨てる意識、捨てる意識でね、捨てる意識、こっちと両方入れる、こっちとそれからこっち、こっち捨てるね、それから捨てるのは全部同じよ、捨てるとこう来てんだけど、こう来てんだけど、あ、いやだよってで捨てる、そういうでもいいね。それからこう来て、あー来た、こっち捨てちゃった、あっちじゃ、そういう意識でもいい、何しろ捨てる意識、捨てる意識を使ってほしいので、練習して少しね、で難しいのはこっち来てるのをこうやって返してくるのはすごい難しいの、こっち戻していくので、取りに来たんだからこっち捨てるのは楽だから、そういう練習をね少しやって、それから違うことやりましょう。みんな捨てる前にね、しっかり持たせたいな、こう当たりがっちり持って、それから捨てるって、そうじゃないの、離れたら離れてたらいいの、離れたら持って自分で持って捨てればいいの、だからそんな持たれるまで待ってないの、待ってたらこれちゃうんだよね、だから捨てる意識なんだから、捨てる、離れたら離れてたらいいの、こうやって捨てちゃって、で関係ないの、自分で持とうが相手が持ってこようが関係ないから、その要は捨てる意識はやりたいの、だから来たら捨てたの、ただそれだけなんだよ、だから持たれるまで待ってなくていいの、捨てる意識、意識の練習してんだからね、持ってからじゃあ順番でやりましょうみたいな、こういうふうにいい形になったらやりましょうみたいな計画してるわけじゃないの、だから彼が来たのを何しろ捨てるの、何しろで、今はこうして向こう捨てたの、同じ方向、彼が向こうから来て向こう捨てたので、今度違う方向ね、違う方向ってな、こう来てこう違う方向、あ、同じ方向だな、同じ方向だけどね違う方向やりたいの同じ方向だな、大体同じ方向だな、大体同じ方向でもいいや、でいろんなことやりたいの、こうやって入ってきてね、こうして、じゃいいよ、手持ってこなくて、こうやってがっちり持ってくれればすごく楽、こういう持てるから、でも持ってなくてもいいの、持ってなくてもこうやってほら入ってきて自分で持ってればいいの、そしてこうやって捨てるって、こう自分で持ってても相手が持ってもどうでもいいから、要は捨てるって話、内側に入るとか外側に入るとか、それからこっちですね、外に入る、内に入る、それからこうやってこっちに入る、あ、ごめん、そうすると一挙みたいになるよね、いろんな方向でね要は捨てるって意識、どうでもいいから捨てちゃうの、いらねえからと、こういらねえんだよいらないの、自分にいらないのっていうふうに意識を使ってほしいの。じゃあ少しいろんな方法でやってみましょう。どうぞやってください。一部の人に言いましたけど、彼が力入れる前にやるのね、僕はおじいちゃんで彼は赤いで、こうやってやってさ、で受け身取りたくても取れないの、だからこうやってギュって持って力固まっちゃったら動けないの、ここから捨てるって言ってもね、動きづらいの、でもこうやって離れてる時だったら捨てれるの、こうやって力入ってないから、多分俺みたいに老人がギュって力入っちゃったらこれ動かないんだよ、これ次やっちゃうよってそういう話になっちゃうの、ほら固まっちゃってるから、だからこうやって持ちに来たらうわーってやってやられたらやられちゃうんだよ、力入ってないから駆逐のように倒れちゃうそれ老人だからね、まあそういう話だから、コツは来たほらほら逃げようとしてんだよね、一生懸命ね、でも空中持っちゃったんだよね、空気持ってんだよね、
だそういうふうにやった方が得、得。だから持たせてはいどうぞっていうのはもう初心者の時に卒業で、まあ線とか語って話につながってくるんだけど、あの合気道の技は全部線なのね。だから逃げようとした瞬間にも来てるの、やられちゃってんの。だから握っちゃったらこっちのもんだよねって、そういうふうになっちゃうわけだから、握ろうとだから正面打ちやろう。で正面打ちも同じだから、握った時にこうやって来てるから、ほら全然なんていうの、何にもしなくても倒れちゃったの彼ね、線で来てるから。これこうやってやってよ、こうやってよいしょってやって、それハイスタートったら やられちゃうんだよこれ、僕はね。で上がってきた時にこうやって出てるから、ほらうわで全然何にも してなくて線だから、線だから、だから線とこって話はそういう話だから、線とこでこうやって これみんなやっちゃダメ、こうやってゴンだって、やっぱそれから表なんていかないの、これあるんだから、これ競りが来るんだから、こんなの行くわけないの。だからまあ碁になって、そういう話あるよ、碁になっちゃったらこういうふうにね、こうやって逃げてこううまく逃げるっていう方法あるんだけど、基本は線なの。だからギュッて力が入る前、決断した打とうと決断したその瞬間かちょっと前か、そんな時に自分がこうやって入ってんの、こうやってだだ全然打ってこれないんだよ、止まっちゃってんだよ、これ力入ってないんだよ、止まっちゃって止まって、なぜかって言ったら、これボーンって当たっちゃったら嫌だから、彼は止まって、これ止めて、で自分をプロテクトしたいの、そういう話だからね。だからこういうふうに線の時にこういうふうに当たっちゃってんだから、止まってんだよね、止まってるから、ほら全然重心入って、あとはどうやってまとめますかって話だから。だから何を言いたかっていうと、じゃあ線でね、線を意識してギュッて握っちゃう前に決断す、まさに決断、打とうとした瞬間にこういうふうに入っていくって、そういう話で、打ってきちゃったら碁なんだけどね、碁なんだけど、碁の時は碁の時は打たしてこう、でもこれは失敗した時、本当は線の方がいい、線で上がってきた時にはーって入ってるのね、この方がいい、この方が安心。でも5でもできる、5でもあーってきて、でもこういうふうにできるっていう、そういうふうにやりたいので、何やるんだっけ、あそこから線さあ、こねえね、こうほ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 う、これ線、線ね、線で、まあそういう話。じゃあちょっと線を意識して、力がギュッて決断、相手が決断したその直前かな、まあそれと同時でもいいや、何しろその時に入っていくっていう、自分の姿勢を正しくして、だから姿勢を正しくって言ってるよね、曲がっちゃダメ、それから相手をかかっちゃダメ、まっすぐ普通で入ってる、で自分が自由に動けるように、自由ね。じゃあそれ意識してちょっとやりましょう。見てるとね難しいんだけどね、みんなこうテンションってこう来るじゃない、で僕はこういうふうに入ったんだよね、まっすぐなんだよね、全然普通なんだよ、どこでも行けるんだけど、たまたまここなったので、こういう手とか横かったらダメなの、これ全然力入んないから、全然彼の方が強いんだよね、僕がまっすぐでパーンって入った、まっすぐ何でもできますよ、それで捨てる意識ね、これです、これで捨てたの、こっち捨てたの、こっちこっちこっち、そういう話なの。だからそれいいよ、もうでさ、こういうところでこうやってこうやっていくら力あっても、力でギュッてねじ伏せることはできるかもしれないけど、テンションなの、テンションはこのテンションはこっちへいらないところ、テンションだ、ほらこうなってんだけど、自分がまっすぐだからこういう風になったのね、テンション上にかかってんの、そして捨てたの、こうやって捨てた、それで自分が場所もらった、そういう形なの。 このテンションを力でこうやってやったらダメなんだよ、これテンションってのはテンションだから、聴力ってのね、日本語で聴力は
こっちへかかってるだけ。だから行ける時に行ってるんだけど、行けない時は行けないの。こうやってかかってるんだけど、行けない。行ける時行ってるだけ。近づいたから行けたの。近づいてなかったらいけないの。これはテンションか、これは力になっちゃうの。テンションってのはこう近づいてきたからこうに、はい、テンションほら全然力入ってないんだよね。でもテンションはかかってるんだよね。ねえ、それで落とせないんだ、捨てれないんだったらこっちに変わってくればいいわけ。そういう話なの。だからこういうとこ自由なの。まあまあ見てるとね、そういう感じだから、みんなここ、これテンション、テンションじゃないんだよ、これ力なんだよ、テンションなんだよ、テンションで、いっぱい行ったらこっち変われば、ほら、ここに変われる。テンション、テンション、力じゃないんだよ、テンションなんだよ、テンション。まあ難しいけどね。だからそういう稽古をたくさんやって、いろんな人とやってやってくださいって話なんだけどね、結論は。そういう話で何やろうかな。じゃあ座りやろうか。まあなん、まあ演舞会近いってからね。じゃあ座りやろうか。あ、じゃあ立っていいよ。半身半立ちでやろうかね。で打ってきたよね。打ってきたらここを、ま、守るってこと大事。それからペタッと座ってると足出ないの。足出ないからやれることはこういうふうに打たせて、ちょっとずらして打たせて、ずらせて打たせて、そしてまっすぐにこういうふうに、こう座ってればだよ、こうなって。でも立ってると楽なの。立ってると後ろも入れる、こっちも来れる。腰が上がってっからね、足を使えるの。これ足使えるよね。で打ってきた時に、打って決断をしてきた時に立つってこと大事。そうするといろんなことができるの。こういろんなこと、それで裏に入って、でこういうふうに落としてきて、でボカってやることもできるし、座ってたらなかなかできないよこれ。上手い人じゃないとね。上手い人、上手く見せてる人もいるけど、こうね、こうやってやってもいいんだけどさ。じゃあまあこう打って決断した時に立つ練習で、つま先を立てることによっていろんなところ行けるからね。こういろんなところ行ける。それでいろんなところ行ける。でそういう練習をしましょう。で面倒くさかったら、あの若い人はこうやって座ってやって、年寄りの人はこうやって立って、はいスタート、こうやってやってれば楽だよね、すごく。そしてまっすぐまっすぐまっすぐ、そういろんなところ行ける。で打ってきた時にこういうところに行かないで、うわ、せんがってやって、後ろ入ってボカッと。じゃあそういう感じでちょっと座り技ね、いろいろできると思いますから。最後に呼吸法っていうのやってるんですね。お互い座って、あ、これも線なの。線だからこうやって彼が決断して手を取りに来るんだね。これ持たれちゃったら遅いのかもしれない。こうやってやったら彼の方がこうにやられて、持たね、持ってこうやっつけちゃうんだよね、なんかね。だから見せてあげるの。見せてあげて彼が決断した、見せてあげて彼が決断した時にはもう出てる。そういうふうにやりたいわけ。これ全部線だから、見せてあげた時に出てるの。そういうふうにやって全体的にここできつーいことなの。さっきやったこうね、こうね、見せたんだけどこういうふうに、そういう感じ。それで中心もらってるって感じで、こうね、いつも中心もらってる。でテンションがかかってる。で力じゃないんだよ、テンションなんだよ。そういう感じね。でまあこうね、決断した時には終わってるって。終わってんの。であとはどうやってまとめますか。こうやってまとめましょうって、そういう話だからね。終わってんのはここで終わってんの。ほら終わってんの。だから技で相手をやっつけようと思わないで、戦か後で終わってるっていう、そういう意識で
終わってんの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 関係ねえの関係ねえの関係ねえのってそういうふうな意思でやってほしいのね。そういう話そういう話じゃあちょっとあのね、昔は持ってねやって方法とね持たれない方法とやったのね。で持たれたら終わりだよって言われたこともあるの あるぐらいなんですよ。だから持たれないよ、持たれる前の段階で終わってなきゃいけないの本当はね。だから持たれたら終わりだよっていうのはそれを表してると思いますよ。で持たせてやってる方法もあるし、で鍛錬してやってる方法もあるんだけど、まあ本当はね持たれない、持たれない力が入らない、持たれない、そういう状況でやった方がまっすぐとかそういうね自由とかそういうでいいと思うんですよね。じゃあ終わりましょう。